おはようございます。本日は新型コロナウイルス感染症に関し2項目をお話をさせていただきます。まず県内の感染状況等についてであります。県内の感染状況は新規陽性者数が引き続き高い水準で推移しております。より感染力が強いオミクロン株の BA2 系統が4月上旬の検体を県でゲノム解析したところ約6割となっており、現在ではさらに置き換わりが進んでいると推測されます。また昨日本県の3回目のワクチン接種率が 50% を超えたところでありますが、今週末からゴールデンウィークが始まり人の移動が多くなることでの感染再拡大も懸念されます。このため旅行、帰省、イベント参加等を予定されている方はワクチン3回接種を受けるか、薬局などで行っている無料検査を活用し感染拡大防止にご協力いただきたいと存じます。次に小児へのワクチン接種後の副反応調査について中間報告がまとまりましたのでお知らせいたします。この調査は県と岡山大学が共同して県内協力医療機関で接種した5歳から11歳の小児を対象に実施しているものでありますが、中間報告の時点で535名に回答をいただいております。今回の報告で注目したい点として昨年調査した成人のファイザーワクチン1回目の副反応と比べ全体的に小児の副反応の出現割合の方が低くなっていることが挙げられます。そうですね、赤が小児で、水色が大人ということですので、全般的に大人と比べて小児の方が出現割合が低いということであります。特に成人の方が苦しんだ症状の発熱や頭痛、倦怠感などの全身反応で減少が見られています。また2回目接種後についてはまだ回答者が少なく先行報告ということではありますが、1回目に比べ出現割合は高くなっているものの、成人の2回目と比較するとやはり低くなっております。この赤同士で比べると1回目より2回目の方が、若干高くなっている、これは青、成人も同じなんですけれども、その1回目1回目2回目2回目で比べるとやはり、どちらを見てもこの成人よりも小児の方が、頻度が低くなっている、それも結構低くなっているということが言えようかと思います。そして保護者がお子さんに接種を受けさせることを決めた理由については、お子さんの感染や重症化、後遺症を予防するため、また園や学校などで感染を広げないためといった回答が多くなされております。小児へのワクチン接種に関するデータが少ない中で県内にお住まいの小児の副反応の状況を報告させていただくことは、リスクとベネフィットを比較して接種を検討する上で有益であると考えております。小児へのワクチン接種については特に保護者の判断が重要になってくることから、今回の情報も参考にしながら適切にご判断いただきますようお願いいたします。県民の皆様には社会経済活動を継続しつつ楽しくゴールデンウィークを過ごしていただくため、ワクチン接種と基本的な感染対策を今一度お願いいたします。私からは以上でございます。
父なる願いでもありますし、私が考える願いでもあります。やはりそこの背景あるのは、その文化、あの選挙を分割された状況だとですね、市町村がですね、やはり市町村住民一体性がまあ損なうというふうな認識が知事にあるんでしょうか。それはあの私自身が選挙もしくは選挙以外の時に、いろいろな場所を回っている時に時々聞かされることでありまして、はい、これはでも当然のことだろうと思います。どうしてもこうその市町村 の, 主体のところと外れると、いろいろなところでちぐはぐなことに、なりますので、何か自分たちが置いていかれているような感覚になるのは、これは自然な感覚だろうと思います。極力、市町村合併ですとかいろいろなことがありましたので、歴史的にそういうことになったということは私自身が理解できると思いますけれども、こういった機会にぜひとも解消をしていただきたいと強く思っています。他にございますでしょうか。あ、どうぞ。すみません、山陽新聞の洞井です。はい、こちらもコロナとは別なんですけど、はい、昨年改正された瀬戸内法なんですが、これが4月1日から施行されることになりました。これに対するですね、改正法に対する知事の受け止めを聞かせていただきたいと思います。はい、どの部分についてになりますか。栄養塩類の管理計画を、知事が定めることができるという、はい、これに対してですね、知事としてどういった方向性を持っていらっしゃるでしょうか。そうですね、この、瀬戸内法については、かなり厳しい水質を、改善するための規制法になっているわけでありますけれども、実は両面から、問題点が提起をされておりまして、もともとかなり厳しい規制がかかっているものですから、いやここまで、厳しくなくていいだろうということと、いやでも実際まだまだ、赤潮等は起きているんだと、水質、閉鎖水系もうほぼほぼ閉鎖水系ですので、他の外海と違って、やっぱり非常に条件が悪い、地域なんだという意見があるのも事実であります。で、それぞれの方の、言い分、ごもっともなところもございますので、私自身どちらの方が正しいとっていうことをあえてここで申し上げるつもりはありませんけれども、ただとにかく閉鎖水系ですので、何か油断するとすぐ悪い方に、転がりやすい構造になっているというような、これも事実であります。あと場所によって随分また違いまして、河口からある一定程度離れたところは随分きれいになったなっていう、ことが数字としても見えてくるわけなんですけれども、やはり昔からこう、数字が悪い状況が厳しいところは依然として、厳しい、ままの、箇所も多いということですので、はい、引き続きこの、はい、きれいな海、豊かな海、それぞれ、の観点から、考えていかなければいけないと思っています。私も3月にですね、知事オーシャンズ X の活動にも参加されたかと思うんですけど、はい、知事としてですね、岡山県沿岸の瀬戸内海どういうふうにしていきたいというふうに。あ、そうですね、先ほどの話は、この水質の中のこの、科学的な組成ですとか、もしくは生物学的な組成という、話でしたけれども、そのゴミということで言えば、もうできるだけゴミを減らしたいということであります。ある一定程度のゴミがあった方がいいだろうみたいなことを思っている人は誰もいないわけでありまして、この、漂着したゴミ、漂流をしているゴミ、それから海底に、沈んだゴミ、それぞれ、の、形態がありますし、原型をとどめているようなゴミ、どんどん細かくなってしまって、扱いが、難しくなったマイクロプラスチックのようなゴミもあります。それぞれの問題があるわけですけれども、これまで我々も正直言って見て見ぬふりをしてきたのではないかと思っています。管轄もそれぞれ分かれて、おりますし、
我々県が直接この手を出せる、ゴミもしくは、予算がつくような、つきやすいような、タイプのゴミが、なかなかなかったということもあって、間接的な取り組みが多かったわけですけれども、日本財団さんのオーシャンズ X、 私は大きなきっかけにして、県もそれぞれの市町村も一歩踏み込んで、まず減らす努力、それから回収をする努力をしていくべきだと思っています。で私自身東京オリンピックの機会にしたかったんですけれども、もうこれまでにないぐらい外国の方が、東京だけでなくて我々の地域にも、来られて、いいんですかこんなゴミお見せしてっていうことを訴えたかったんです。まあ、結局東京オリンピックでは外国人来られなかった。で、今インバウンドも事実上ゼロですけれども、いずれ、戻ってきます。で、それまでにぜひこの海辺も散策していただき、川べりも散策していただいたときに恥ずかしくない、状態にしたい。まあ、当然ながら外国人はもうしばらくかかるにしても、この、瀬戸芸ですとかいろんなことで DC ですとか、この全国からお客様が来られるわけですので、いや瀬戸内海綺麗だったけどあのゴミ残念だったみたいな、そんな感想を持って、お返しするのは悔しいと思っています。ぜひこれまで以上に取り組んでいきたいと思っています。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして知事定例記者会見を終わります。ありがとうございました。